皆さんこんにちは。今日はエジプト風オクラを作りたいと思います。材料を紹介します。オクラ、生でも冷凍でも 500g です。牛肉 300g から 500g の間、玉ねぎみじん切りを1個、にんにく 2、3粒、香辛料はコリアンダーパウダー大さじ2個3個くらい、クミンパウダー小さじ1個、塩コショウ少しずつです。辛くしたい方はレッドペッパーフレークを入れてください。ビーフスープ 900cc から 1000cc くらいの間です。裏こしトマトとオリーブオイルです。あらかじめ温めたフライパンにオリーブオイルを入れます。そこに玉ねぎ、ニンニクの半分ぐらいを入れて透明になるまでには炒めます。ここで塩と胡椒をちょっとかけて炒めます。玉ねぎ焼き色になったところで牛肉を入れます。これもいい色つくまでには炒めます。ちょっとクミンとコリアンダーをかけます。レッドペッパーもちょっとです。肉の色が変わってきているので、ここでビーフスープを入れます。蓋をしてちょっと煮込みます。肉柔らかくなったところ、オクラを入れて、トマトも入れて、ここで残ったニンニクを入れて、香辛料をまた入れます。クミンとコリアンダー、お好みで入れます。そしてまたオクラと肉出来上がるまでには煮込みます。ソース少なくなったらスープもちょっと入れても大丈夫です。スープない場合は水でも大丈夫です。オクラも柔らかくなりました。お仕上げにちょっと好きなハーブをかけて火を止めます。エジプト風オクラ出来上がりました。もちろん好きな肉を使って作ることはできます。牛肉、
ラム肉、ひき肉でも作ることは可能です。今日も見ていただいてありがとうございました。またよろしくお願いします。